マツダの人気 SUVCX5 が改良を受けました。フルモデルチェンジを控え、最後の熟成に入っています。デザインと走りをブラッシュアップ。マツダは中型 SUV の CX5 に改良を施した2022年モデルを欧州で発表した。CX5 は欧州におけるマツダの年間販売台数の21%を占めるなど、 重要なモデルとなっている。来年はじめに欧州で発売される最新モデルの CX。5は、クロームメッキを施した、より立体的な新型グリル、形状を変更した、フロントバンパー、新デザインのライトが特徴的だ。また、ボディやサスペンション、シートに改良を加えることで、乗り心地を向上して、疲労感や荒れた路面でのロードノイズを低減させると、している。 さらに、マツダのミードライブ、マツダインテリジェントドライブシステムが新たに採用され、一部のモデルにオフロードモードが追加された。インテリアの使いがあっても向上。欧州では3つの仕様が用意され、それぞれに独自のスタイリングが施されている。エントリーグレードのニューグラウンドは、シルバーのアンダーガードを装備し、前後バンパーやドアガーニッシュを部分的に、 シルバー仕上げとしている。ブラックのドアミラー、ライムグリーンのアクセント、17インチ、または19インチのホイールを採用。インテリアでは、スウェード素材にライムグリーンのステッチが施されている。中間グレードの、スポーツブラックには、グロスブラックのグリルに、レッドのディテールが添えられるほか、前後ロアーバンパー、フェンダー、ドアミラーにもブラックが使用されている。ホイールは、 ブラックの19インチを標準装備。インテリアでは、シート、ステアリングホイール、シフトレバー、ドアパネルに、レッドのステッチが施される。最上位の GT スポーツは、モノトーンのエクステリア、ブライトシルバーの19インチアルミホイール、ナッパレザーと木目調を加えた、ラグジュアリー志向のインテリアを備えている、ワイヤレス充電器を装備し、 2ピースのリバーシブルトランクフロアパネルを採用することで使い、ガッテを向上。また、濡れたり汚れたりしたものを置けるように、防水加工を施したフロアボードを採用している。安全面では、クルージングトラフィックサポート、CTS を含む運転支援システム、I、 アクティベセンスを搭載。フロントの LED ヘッドランプも改良された。欧州仕様の2022年モデルの価格や詳細については今週に発表される予定。日本仕様は今のところ不明だが、同様の改良を受けたモデルガマもなく発表されると見られている。